局アニア・ハインド・マーチのシリーズはこの3つだけ購入してきました。白がねもうこのサイズ売り切れてて店舗見た時なので、白以外のこの3色ちょっと用事があったので、ちゃんと店舗早い時間からその日行けなくて、売れ残ってるのはもうこれだけでした。そしてちょっとIKEAに寄ったのでペーパーナプキン買ってきました。結構このペーパーナプキン、お菓子とかをの下に敷いたりするときによく使ったりするので、なんか小さいサイズがあったからこれ2つ買ってきました。ちょっと無印でいろいろ買ってきちゃいました。まずこの着る毛布パジャマの静電気が起きにくいっていうのが今年出たバージョンみたいで、結構しっかり価格するんですけど、 XL アイボリーのカラー購入してきました。これね、無印って169センチまでが XL なんですよね。私168センチだからL だと165までなので、結構サイズ感がギリギリというかなんですよね。この真っ白ななんか白クマさんみたいになれそうなふわっふわの気持ちよさそうなもの買ってみました。パチパチボタンになってます。でこんな感じでポケットついてて、襟もついてて、ズボンが、あ、下もゴムになってるタイプ。かわいい。これは寝るときっていうよりは、ルームウェアとして着ちゃおうかなと思ってて、これ着てたらすごいあったかく過ごせるんじゃないかなと思って。で、あとパジャマはパジャマで欲しいなと思ってて、ずっと気になってたんですけど、このフランネルのパジャマの紳士の方を買ってみました。スモーキーブラウンチェック M サイズ。フランネルのパジャマのウィーメンズもあるんですけども、 L までしか店舗になくて、その L が165センチまでで、結構上も下も丈感がちょっと短めだったので、紳士の M だったら166から174センチなので、ちょうどいいかなと思って
で、紳士だとちょっと色味の展開が違うんですけども、なんかこのスモーキーブラウンチェックっていうのが可愛いと思いましたね。あんまり分厚すぎてもパジャマって寝にくいなとも思うし、でも薄すぎると寒いしっていうことで、フランネルのこれぐらいの生地感のものはいいんじゃないかしらと思ったんですよね。そして寒ければさっきの着る毛布の、あの羽織としてこれを羽織っちゃってもいいかも。可愛い色。そしてあとはこれ、タートルネックの首のチクチクを抑えたやつ、これ結構好きで、去年もなんか黒と白かな持ってた気がするんですけど、今年はとダークグレーのカラーの XL を買ってみました。ちょっと夜の明かりで見にくいかもしれないんですが、なんかチャコールグレーみたいな色です。黒に見えるけど、黒はもっと漆黒だったので、これはちょっと白身のある感じ。タートルネック結構使うので、まあ何枚あってもいいかなってことで買ってきました。そしてそう、ちょっとこれ気になったから買ってみたんですが、クッションファンデーションが新しく出てますよね、のナチュラルピンクの方は、すごいシンプルなパッケージ、なんか結構口コミが良かったので、こんな感じで、なんか一個クッションがあるとね楽ですよね。あ、もうちゃんとしっかりしたクッションファンデーション、うん、ナチュラルピンクとなんかイエローっぽい色とあったと思うんですけど、私の肌色は比較的ニュートラルなカラーなので、ピンクの方が若干顔色明るく見えるかなと思いまして、こちらにしてみました。どうだろう。あとこのお菓子、マールドシャンパーニュ、これ何回か買ったことあるんですけど、ちょっとあのお酒の香りがするトリュフで、なんかすごい上品な高級感のある味がする気がして、数個ですごい満足するトリュフ大好き。ちょっと久しぶりに買っちゃったこのバームクーヘンのシリーズのチョコがけシリーズで、定番のチョコがけバナナと、このチョコがけヘーゼルナッツっていうのってありましたっけ。ヘーゼルナッツ風味のバウムらしい。この2つを買ってきました。で、あとこのロルバーンの普通のノート買ってきました。ちょっと自分がやっていきたいことを書くノートを新たに欲しいなと思っていて、最近ロルバーンでめちゃくちゃちっちゃいノート買って、このノートなんですけど、これに毎日トゥードゥーみたいなこと書いて机に置いてるんですけど、このねちっちゃいロルバーンもすごい使いやすくて、あ、ロルバーンって結構書きやすいなって思ったので、同じものの大きいやつを買ってきました。何が書きやすいんだろう、この紙がいいのかな、あとなんだろう、この方眼の感じとか髪の色味とかがねすごい好きだったんですよね。で、あと本買ってみました。寂しい夜にはペンを持って、これ嫌われる勇気とか書いている著者の方だったかな、なんかよく帯に最近山口周さんたくさん載ってるけど、なんか私山口周さんが推してる本見ちゃう傾向にあるんですけど、なんか面白そうだったから、うん、すごく面白そう。自分の言葉を持てるようになりたいな、これで。
って思ってます。かわいいこの表紙。そして内側はあ、こういう感じの、人生最大の謎を解く冒険が始まるそうです。パジャマ着てみました。サイズめちゃくちゃちょうどいい、メンズの M で、うん、かわいい。着心地もすごいいい感じです。今日から着ようと。着る毛布の方です。これもめちゃくちゃ気持ちいい、ふわふわで、 XL のサイズでちょうどいい感じで、この上のやつは普通に羽織として使えるから、やっぱりパジャマの上からとかでも羽織れそうな感じ。かわいい、お気に入りです。これ、あの冒頭で出てきたママカサールのジュエリーなんですけど、すごくかわいいんですよね。細部まで細かい作りになっていて、重そうに見えるんですけど、すごく軽やかです。実際持ってみると、こっちがネックレスでこっちがブレスレット。ちょっとつけてみますね。すごいね、パッケージも本当にしっかりしていて可愛いデザインです。箱のこのテクスチャーも大好き。つけてみました。こんな感じです。すごいポイントになって素敵なんですよね。あとブレスレットも今回ネックレスと同じデザインにしてみたので、こんな感じ、うん、すごいポイントになって好きです。かわいい、これなんかどこを前にしてもいいようなデザインになってて、ここが止めるとこなんですけど、止めるとこが前に来てもおかしくないような、本当に素敵なデザインです。なんで今回ママカサール選んだかっていうと、アモンズのネットにマガジンみたいなコーナーがあって、それでママカサールのデザインされてる方のなんかお話とかを見れて、そこでなんか結構ママカサールが気になったんですよね。そのね、アモンズのマガジンのコーナーすごく楽しいのでおすすめです。このママカサールは結構こうポイントになる、ちょっと遊び心のあるデザインのブランドで、ちょっとね気分を上げたい時にいいなと思いました。かわいい。そして内側には昨日買った無印のタートルを合わせてみました。 XL でちょっとゆとりがありますね。 XL だとダークグレーのカラーはこんな感じのカラーで、ボトムスはお気に入りのソージュのワイドパンツ、先日ご紹介したもので、シャツユニクロ U の先日購入したシャツ着てみました。とてもお気に入りコーデです。